1979年から発売、駄菓子屋さんのベストセラー、青りんご餅、12粒入り30円、1粒 2.5円。ゲストさんはこれを、10回飛んで、それを12粒、何回も噛むことでお腹がいっぱいになった気がした。アルバイトと節約で貯めたお金で念願だった芸能事務所のスクールに入学、そして大手事務所に所属すると、2010年に元スマップの草なぎ剛さんの奥さん役で女優デビュー、瞬く間に国民的人気者に。2019年には結婚を発表、焼肉店でプロポーズしたのは旦那さんからじゃなくてゲストさん。最近では松坂桃李さんと戸田恵梨香さんの結婚で世間にロスの声が溢れましたが、ゲストさんの結婚は、さんも本当に幸せになってほしいかな。おそらく国民全員が祝福、そんなボンビーゲストさん、皆さん誰だか分かりましたか？本当交換とかいいでやるって決めたからが本当にそうだなっていう、やれないことないんじゃないかなって思うような方です。みんな大好き。でうちの奥さんと共演してるっていうのが、今年2月公開の奥さん主演のファーストラブって映画が関係あるのかどうかっていうのは知りたいですよね。今奥さんの映画の番宣挟まなかったよ。